皆さんご無沙汰しております。浜口ひろこです。そうです。いつぶりのラジオになるんでしょうか。久しぶりに、マイクを口元に持ってきているような状況ですけれども、私ホームページとか、あと不定期のメールマガジンインフォメールとか、ツイッター極力1日1文は上げようと決めないと上げないようなツイッターとか、その使い勝手がちょっとわからないまま、そのすごい変な時期のことを変な感じで上げちゃうようなインスタグラム、あとは告知フェイスブックとか、まあいろいろ出せるものを出せるときにやっておりますけれども、どれで言ったんだろうな、多分ホームページのエッセイでいっぱい写真を上げて、でそれを告知する時のツイッター風なもので言ったのかな。東京に引っ越しまして、今年ですね、今年東京に引っ越しまして、で今、6月末だから7、8、9、10、今4ヶ月、待て、7、8、9、3ヶ月か、3ヶ月だ、ほとんどほぼほぼ3ヶ月少し、東京に引っ越してきてから3ヶ月少し経つ今、2度目の無職を迎えたところでございますね。3ヶ月少ししか経ってないのに、もう職を2つ経験したという現状。そして今日また新たな無職が決まったって。何時間前に決まったんだかな、今がね11時前だから19、8、7、4時間前に決まったのかなに、無職が決まりまして、でさらに無職になるかもしれない午後だったんですよね。だから今日はそういった雰囲気、どちらになるのかっていう雰囲気が漂っていた午後を過ごしたんですけども、その午後になんとなくこの録音を回して、その職場での現状を録音してたので、ちょっとねそれをちょっと今聞いてたらよくわからなかったので、補足です。とにかくその日、私は会社に行ったんですけれども、昼頃に、ちょっとやむを得ない事情といいますか、会社を出ることになりまして、で本当は、夜に会うはずだった、ゴンザさんと、急遽変更、時間を変更させていただいて、昼に会うことになったというような感じです。失礼いたしました。そのまだ今これ喋ってる時は特に聞き直してはないので、ラジオで流せるかはちょっとわからないんですけれども、私も今からちょっと皆さんと一緒に聞いてみたいなと思います。その職場での現状をね、その午後話すことになった、感じですけれども、でその午後、私が今週末にちょっと朗読会というが控えてるんですけれども、その出演者で私に声をかけてくださった出演者の俳優の元井博之さんという、私はゴンザさんというふうに昔から愛称で呼ばさせていただいてるんですけれども、その方にその現状を会うことになったので、急遽その今日本当に急遽会えることになったんで、ちょっと聞いてくださいよというふうに現状を話している録音をちょっと私も今から皆さんと聞いてみようと思います。それではどうぞ。はい、何聞いてください。ヤギね、ヤギ？ヤギ？ヤギね。ヤギどうしたんですか？ヤギねって。だからね。
次あの働き始めてて、はいはい、でそれでまあ一月経つとこなんですけど、で最初なんて言うんですか、すごい上司の人とかもなんかすごい素敵な方やなって私が思ってて、なんか仕事ができる方なんだろうなとか賢い方なんだろうなって思ってて、で働いてて、いろいろ教えてほしいから、私もそういうね、大人の社会人っていう人大人だけどね、もう誰が本田さんは、私も大人の自覚ってそんなになくないですか、うん、まあね、いつできるのか分からんけど、うん、ある大人の自覚、いやもう分かんないけど、もう大人っていうか通り越してもうおじさんだからさそうだったもう大人とかじゃないんだよ、もうね、大人卒業しちゃっておじさんになっちゃったよ、ね、そうだ、俺はで大人気もあった、大人気あったかな、まあなんか、ね、気づいたらおじさんだったそうか、そんな感じなのかもしれんじゃん、私は。で、その大人運はいいんですよ、なんか、その野球をいろいろ教えてほしいなとかなって、で、お昼ご飯とか連れてってくださったり、でもその時も結構自分の話をするんですよね。なんか人って自分の今私の話してますけど、それ本当だっけ？今社員コーヒーありがとうございます。ロゴ入ってますよ、ちゃんとルノアールの180度回してもうそろそろ360度回ることになる。本当だよね、黒いからね、黒いからね、あ、本当だ、ね、そっち見える、あ、私ので見える、あ、向こう向けヨガや、じゃあメールだ、メールメールおばあちゃんが言うね、見えねえよメールメール、メタメタメタもうおじいちゃんとおばあちゃんの会話になっちゃうんだけど見える見えた見える見える見えねえんだ面白いね、焼きね、 お昼ご飯お昼ご飯行ったりっていうか、なんか焼きそのね、上司の話を聞いたり、その焼き今度ここに旅行行くとか、そういう話、目が怖いもんなんか嘘、旅行行くってそのなんで目怖くもう目怖いけど、もう超怖いいや、その時はなんか、すごいとかね、聞くんですよ大人だね、いや、それでマイルを使っていくとか、うん、ポイントが貯まったから行くとか、それどうやってやるんですかとか、はいはいはい、もう最初はもう本当、駅で興味津々にずっと聞いてて、でなんかまあ仕事中も一生懸命だし、どっちかというと私一生懸命に、うん、なよりの人間だから、うん、多分ですよ、うん、多分ね、全力の方だよね、全力でやる方と思う、何事もね、うん、そのさじ加減とか、うん、そのジャンル問わずよく分かんないから、うんうん、でやって、そしたら、まあ、簡単に言うと多分ね、簡単に言うと、うん、気に入られた、簡単に言うとですよいやいや、そんな感じ、そういう方向になるんだと思った。何やと思った？そういう方向の話に なるのかなと思って今ちょっと聞いて、あ、そしたらやっぱりとか、案の定の展開だから嫌 やな、いやだからあの定番でちょっとあのほっとして、なんか嬉しいというか面白いという展開してきた、話が展開してきた今簡単に言うと、ね、がね、そうね、簡単に言うと、だからなんか最後はなんかその上司がなんかその近くに11時半までに入れば500円で食べれるお好み焼き屋があるみたいな話をしてて、で私はお昼のお昼で、私はまあ朝ごはん食べて出社するし、まあ1時ぐらいなんですけどいつもお昼は
いいでしょ、こういうどうでもいいくらい。あの、そうなんだけど、でもなんかわざわざ会社の LINE のシステムみたいな感じのがあって、わざわざ。チームス？何それ？なんかチームスってアメリカの連続ドラマみたいな名前やね。そうそうそう、なんかそういうやつ。そうそうそう、わかんない。チームスっていうなんかさ、そうあるんでしょ。そう、チャットみたいな。そうですそうです。はい、で、うん、わざわざそれでなんかもし。で会議から戻った上司が、うん、その何そのチャット見たみたいな感じで聞かれて、うん、え見てないですみたいな見たら、なんか朝ごはんいっぱい食べてなければあの11時半のお好み焼き行くみたいなメッセージまで来だして、はい、でまあ、もちろんやっぱ仕事って結構、まあ、もう9割9分科目にやるんで、やっぱまあ私も喋、まあ、りたい、誰かと喋りたい欲求はまあ多少あるから、もし誘ってもらって嬉しいから行きましょうみたいな感じで行くんですけど、実は何回目のお昼だったかは覚えてないですけど、なんかもうそれで、まあで500円のお好み焼きで上司がカレーセットをつけるっていうから、私もつけていいですかって言って、まあそれで900円近くで上司がご馳走してくれて、でもなんかその後いいんですかって一応言って、そしたらなんか、え、じゃあコーヒーにおごってみたいな感じになった時にもすでになんかちょっと嫌だったんですよ。もうこれはでも余談だわ。っていうか、まあそれが何回目の昼か忘れたんですけど、もうなんかその接近が激しかったと、激しかったと。そこでね、でも仕事中も、まあ、もちろんやりやすくはあったけど、なんか上司がどんどん私の席に来ると絶対に無駄話するようになってて、それをなんていうか他の人から聞かれたら、まあ、聞こえるから、その他の人が聞いた時にやっぱいい気持ちしない人もいるっていうのも想像に簡単に想像できることだから、毎回なんか絶対無駄話するんですよ。で嬉しそうにするですよ。だからもうちょっと自分のことを聞いてるように今聞いてるんだよ。いや、そうしないよ。しないけど、そっち側、私側かと思った。そうそうそう、大丈夫でしょ。え、大丈夫でしょ。いやいやいや、別にそんなしないけど、あまりにこう分かりやすく、こう嬉しそうになんかこうなんか遠くで目があったら手振り合ったりとか、それすごいね。すごい、なんかあやき、なんかまあ子供扱いみたいなにもな、どんな表現もできるんですけど、なんかまあマスコットって言い過ぎですけど、でも、まあ、もちろん私仕事は仕事でやりたいんで、なんかでちゃんと指示聞く時もやっぱちょっと余談がちょいちょい入ってきたり、結構大きな仕事もちょっと任されたりして、でもその時初めて会議室みたいなの連れて行かれたけど、でその時に別の正社員の方もいるのに、なんかやっぱ気を許してるからか、嬉しいでしょみたいな、こんな任せられてみたいなので、あ、まあまあはい説明行きましょうみたいな、こっちがなんかコントロールっていう表現違うかもしれないけど、こっちがなんかなだめないかんみたいな、そういう労力じゃないですか私にとって、みたいな感じになってて、でそんな中でなんていうか、もう仲がいいから、もちろん仲がいい方が働きやすいんだけど、なんかもうどんどん気を許しすぎてる感もあって、で私気になったのが、ちゃんとやれよみたいな感じの気軽な時に頭をはたかれた。なんかすごい昭和な上司だね。昭和な上司だね。昭和なんだこれ。わかんないけど。まあもう50だってさ、50半ばかな。50半ば。なるほど。昭和だよ。昭和の。でも頭叩きます。いや叩かないでしょ。でしょ。アウトでしょだって。なんか最初その上司がいて、隣の席の同じような社員の人がいて、私がこうやって覗いた時にもう叩きそうになったよみたいなことを言ったから、多分いかんって認識は多分あると思ってたけど、ある時に多分仲良くなったと思ったからか、ツッコミで私の頭を叩いたことがあって、1回目はまあワキャワキャみたいに終わらせたけど、2回目があって、で3回目に
至っては、ただ私がデスクに向かってパソコンで仕事してる上司が後ろ会議から戻ってきた時に意味もなくペン先で私の頭をツンってしたんですよ。ツンってめちゃくちゃ嫌で、嫌だな、ペンですよ、うん、ペン、おそらくまあペンの後ろやろ、ノック式のノックする方やと思いますけど、それで私の頭をツンってして、え、でもツンとしたくてしょうがなかったんだもん、ね、何その丁寧な説明されるツンとしたくてもうね、あ、そうできなかったの、私の頭をツンとしたくてしょうがないの、うん、何なのそれまあ中学校とかクラスメートだったらさ、好きな子の頭をね、なんかわかるよね、まあそのつもりだと思う、もちろん、ね、でもこっちは仕事中ですから、ね、向こう50何歳だからね、でもハイデヤギさすがに何だってもう何のボケも私がしたわけでもない、うん、何の粗相をしたわけでもない、ただパソコンにキーボードで文字を打ってるだけの私にツンってされて、私はヤギ何ですかじゃないですか、やっぱ、うん、え、なんで、うん、なんで何か、うん、でも相手はもちろん何もみたいな感じじゃないですか、一晩悩みましたよね、うん、その時はね、ちょっとでもあの笑顔で返した、笑顔で、さすがにその時は笑顔じゃない、何ですかです、怖い怖くないよ、相手は後ろ背中だから、え、なんでだけですけど、素直な気持ち、なんでちょっと今のはでもあの怖さがちょっと面白になっちゃってたの、いや、あり得る、ね、でもだって職場だものね、うん、それにそんなさ、すぐにそういう時ってすぐに行けなくないですか、怒りに、え、だって何が起こったか後から怒りがね、そうそうそう、ね、そう、一晩考えて、でもこれはなんかおかしいことになってきているって思って、で翌日も普通にこう働いてたら、前に私よりちょっと新しくまた同じような人が来て、でその人に教えてるときに電卓がないって、その人が持ってきてないって、その時に上司が私の机から先に電卓を取って近してって、おいおいちょっと借りていいから取るでしょじゃなくてもう先に動作で家でやっちゃうやつだね、それ家でやっちゃうやつ、ほんまにそう、家でやっても怒られるやつ、家ならいいでしょ、家ならいいかな、家族ならいいでしょ、全然、でもなんか向こう側、パーティションの向こう側から腕で私の電卓をバッて取って、ほんまに半分ちょうだいっていうの先に取っちゃうやつ、それ怒られるよ、いやマジで私の好きな電卓に嫌な思い出つけてくれるなよ、怖もうそこまで考えちゃう、もう考えない、もう本当にも自分家のものって本当に会社に持ってきたくないって思う、ちょっと会社から持ってきたもんでちょっとやろう、もうずっと話聞いてるけど何の会社なのかっていう説明が全然ないっていうところもねちょっとね面白いんだけどさ、何のノーヒントで今聞いてんだけど、何でもよくないだって、うん、これも会社から今持って帰ってきました、自分の私物の、これ私物です、肩をっていう肩をいやでその時にもういかんわってなって、でその午後にちょっと説明したいことがあるからちょっといいって言われて、わざわざそこじゃなくてわざわざちょっと離れた休憩室のなんていうかまあデスク、広いデスクがあるとこで差し向かいで、次はこのなんかまあプロジェクトをちょっと説明していきたいなと思っててみたいな、でもちょっとややこしいからその浜口さんの前の席の人と一緒にちょっとややこしいから説明するけど、まあ簡単に今説明しとくとみたいな説明が何分かあったんですけど、まあやっぱその間私が考えてることは言おうかな、やっぱはたくのは良くないっていうことを、それがモヤ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 してて、前の日のやつ、前ちょっと前の経緯3回の経緯3回、うん、特に前の日はペンだから嫌だったけど、ペンだった、っていうことを考えてて、
まあ気もそぞろで聞いてたんですけど、でもなんかデスク戻った時に、まあ普通に業務開始し始めたけど、じゃあこれやってみようか的な風になった時に、あちょっといいですかって言って、やっぱいかん、私多分もう言わんと無理やってなって、だって多分このままなんていうかそういう対応を取られるってことだから、多分どんどん多分もう止まることはないから、これ言わんとって、ちょっといいですかって言って元の場所にもう一回読んで説明を受けてたところまで行って、それは優しさですよ、そのデスクで言わないっていう、他の人に聞こえないような配慮よ、別のね、うん、一応上長でやってるわけですから、その部署の別の場所で、ちょっとあのやっぱりちょっと頭を叩かれるのはちょっとやめてほしいです、やっぱ私も働きに来てるんでみたいな、やっぱちょっとあの威力が、威力って言ったかな、もっといい言葉やと思う、士気や、士気、士気が下がります、自分の士気がね、いやだってなんか、だって私があのあなたを叩くわけにはいかないですよね、ですみませんでしたとか、まあね、まあ笑顔で言ってましたけど、それは本当にすみませんでしたって、でもマジでとかも言われて、マジで俺そんなしたって、そこで一人称でそこで俺まだ使ってくるのも嫌なんですよね会社ではなんか僕とか使うのに、そこで俺使うのも嫌だしなんかハマちゃんとだったらもう こういう言い方でも許されるんだなっていうところで言っちゃってるんですよね、言っちゃってるんですよ、いつそこに行くのかって話なんですよ、だからそこで私の働き方をいちいち考えなきゃいけないのもしんどいし、なんかえっ、俺何回叩いたって言われて、3回です、最後はペンです、でマジかって言われて、私デスクに戻りながらマジかって言って、マジかって何ってあるじゃないですか、そんなっていうことがまああり、でもちろんお互いまあ気使いますよね、言った後はお互い、なんだ私もっと言った方がいいことあったかなとか考えちゃうし、言った後ってもっとこれも付け足したらよかったかなとかあるけど、まあとにかく働いて、でもほいで翌週が来て、その途中やった説明を、まあ、それはあの前の席の人と一緒にするからって散々言われたのが、翌週週明けに気づいたら目の前の人にだけ説明してたんです、わかる、これはまあ意図的ではないかもしれないにせよ、外されたっぽい感じだったって私は感じますよね、あらかじめ言ってくれたらまだ別です、あのちょっとやっぱりとか、これはこうだからこう分担することにしたからとかあればいいけど、なんか私はあれですよ、もう畑のあれ今前で行われる説明あれじゃないみたいな、それをもうすごい時間かけて目の前の人にやってて、目の前の人は目の前の人で穏やかな女性なんです、今度はね穏やかでもっと私より年上の落ち着いた女性、多分居心地がいいんですよね、なんかそれで割と来て、確かにそれはね、来ません、それはもうちょっとね、なんだろうね、思いますよね、やだねぐらつくね自分がね、なんかね、でしょ、なんかすごい、どうなんですかねこれ、こんな一気に見え方も変わって、怖いですよね、すごいこうなんていうんですか、尊敬してた気分があったから、それがなんかそんな対応になった瞬間にあれあれってなって、あれこの人仕事できるって思った人やけど、あれあれって全部なってきて、ガラガラガラってなってきて、私あろうことか暇になって仕事で、で一応聞くんですよ、なんかありますこの時間に今ここ今ルこの街がこの街自体ちょっとね暇の匂いがする街だ、ね、時間をねこんなね午後の昼タイム、午後の昼タイム、もう辛かったほんまに、やきもうそれが金曜日か、金曜日気づいたら週明けじゃないわ、金曜日に気づいたら説明してる風やけど、私からも聞けないじゃないですか、あれあれみたいなこと言えないじゃないですか、そんなあれるそれはそれは
あれ私とその人のみたいな言えないじゃないですか。だからもう黙々とすごいモヤモヤした気持ちを抱えながら働いて帰って、で週明け行って、まあ完全に何も言わないのは私できないからなんかまあもしかしてみたいな、その説明されてたのってこれのことじゃないですかみたいな。ヤギなんかまあ上司も別に悪びれることはなく、なんかまあなんかまあやっぱややこしいから、まあ大元はその誰々さんにやってもらうことにしてみたいな。で私でもその予習しておいてくれみたいなことも言われてたん でずっと眺めてたんですよ、わけもわからないデータを数時間、かつてのデータをで傾向とかも調べてエクセルにこういうこうなるとこうかなみたいな傾向をエクセルで表にしたりしてめちゃくちゃ頑張ってたんですよ。それをこんな形になって、ヤギまあこれ作ったのになみたいなことまあ一応それを見せるだけ見せましたけど、でもヤギまあもう今度はおこぼれ仕事で、なんかヤギもうほんとどんどん暇になって、で次の日も暇でヤギなんかやることみたいなことを聞かないと答えてくれなくなって、てかまず先にその前の人のとこに行くんですよ。ヤギやーと思って怖い。だけどなんか今まではそれ全然その気にもならなかったけど、そんなに如実にお気に入りというのは出るものなんですか人って。いやいいですよ、多少のそのお気に入りレベルがある音で。ヤギも私暇やのにこうスルーされていくのがすごい嫌なんですよ。今まではなんか大丈夫とかケアがあったものもない、それは恐れなのかもしれないですよ、上司がこいつは何を言い出すか分からないって例えばもしれんけど、でも働きたいのでっていうことで言ったんですよ。その働かないでくださいって言った時も、いやせっかくなので長く勤めれたらと思ってるんでよろしくお願いしますって言ったのに、難しいところに今いるね。嘘、いる？いや、どうす、そうなっちゃってどうの、そっからどうやって、どう、わかんないけど、仲直、うまく言えば仲直りしてやっていくしかないんだろうけど。仲直りってでも何ですか？なんですよ、そんな概念がないですよ。まあね、そう。だから何なんだろう、その原因もわかんないじゃないですか。実際に気分が関係してるのか、それか本当にむしろ今まではお気に入りだったから働いてた活力がなくなってしまった、その通常のモードに戻った、なんていうか本当に楽しそうにしてたんですよね、ふざけてる時なんか楽しそうやなとは思ってたんですけど、まあでも勘違いされてもいいやし、他のね人たちに、なんていうんですか、一気に多分お互いになんか変わった瞬間に仕事が回ってこなくなったってことは、雇ってる人数が多いのではとも思い始めた。だって手が回ってないわけですから。で昨日もなんかやることありますかって言ったら、ちょっとごめん今いっぱいいっぱいだわみたいな感じで言われたときに、私言っちゃったんですよね、人数多いんじゃないですかって。そしたらなんか、いやそんなことない、引き継ぎかとか言って、でもね実際目の前行ったときに無駄話とかそれこそしてるのを聞くと、そこを端折って仕事を回してくれと思っちゃうんですよ。なんかさ、その人以外にいないの、チーム別います。その横の人も一応チームで、で今日やっぱ暇だったから聞いた時は、横の人と前の人でちょっと今はいっぱいいっぱいかもって言われて、でもそんなこと今まで言ったことなかったから、すごいよね。言ったことなかったから鈴木も、帰っていいですかって、今週はないって言われたんですよ。今週はちょっとって仕事がないなんかヤキ、じゃあもうエクセルの本とか読んでいいですかって聞いたら、まあ、それはいいって言ってくれたんですけど、でもそうやって私動画の編集とかしたいんですよ。じゃあ休憩室でパソコンいじっちゃダメですかって聞いたけど、さすがにそれはダメって言われて、
なんか時間がもったいなくて、そもそも、うん、っていうのが現状。どう思います？どうしよう。明日行って本読むか、どう思います？それかもうやめるかですよね。だから一応荷物は全部取ってきました。だからいろんな荷物があって電卓もあるよ。あいつやめんじゃねえと思われてんじゃねえの。いや、わからん、わかんない。今週はないって言われたけど、来週になってどうなるかもわからんし、うん、とりあえずもう今週私本当に精神的に朝めっちゃきついのは確かですよね、うん、あ、そうだ、本当に行きたくなくて、ね、毎回葛藤しては出かける。でももちろん給料はありがたいけど、うんうん、まあ、お家に帰らないかほんまどうする。輝きもうね、どうします、ゴンザさん、本当に。まあ、やっぱ働けんのあるか、私会社で。なんかやっぱなんか、なんでこんなに一生懸命にしたり、私らしくいることがこんなになんか変なベクトルで働くんだろう。なんかだからやっぱ上司に言った翌日とかスカート履けなかったもん。わかる？この感じ。やっぱ女の子扱いをされたって思って。まあ、性別はそれあるけど、やっぱ叩くのとかそういうことでしょ。はあ、もうなんか一月よこれ、うん、勘弁してよ。もう今一冊の本読んだような感じです。ありがとう。本当に中編小説、嘘、短編中編小説。私6月末に東京に引っ越してきてますけど、ね、うん、7月にも一社働いてますからね。一つ会社辞めたんだ。そこは社長が肘を触ってくれっていう会社で、もうね、どうしたらいい、どうしよう、うん、ようやくそれで決まった2社目だったんですよ。でもすごいね、立地もいい場所だし、仕事ブイブイできる人が集まる立地のすっごい高いビルのすっごい高いオフィスだから、もうこの間のもちろんね、その前の会社よりは全然安心に働けると思った矢先の、自分らしくやろうと思ったらこうなった。もちろん気使ってね、その上司にね、椅子を差し出したりとかしてたけど、そんなんもせんでよかったわと思って。椅子を差し出したりとか、まあね、立って説明してる時にそっと後ろからね、それからやってたけどとか、いろいろ話もね、今日はどこどこ食べに行くとか、そういう話も全部聞いて、でもそんなことせんでよかったわよ。なんかほんまに、俺に相談するまでもなく辞めるんじゃないかなっていう、もうこの家出みたいな感じになってるからさ、このさ、俺もリュックなんだけど、この2人リュックでなんか家出みたいな、家ない人たちみたいなさ、結構しかもなんかパンパンっぽい感じでさ、ちょっと量が多そうな、でも弁当、お弁当、お弁当ね、お弁当と毎日会社に持ってってる水、本当にね、本当にただ朗読会のために、台本を受け取るためだけに本当は会うはずだったあのゴンザさん、本当にね、こんなことになってしまって、本当にそんな本当に台本を渡すつもりで、来た中、こんなに話を聞いてくださって本当にありがとうございました。今、朗読会本番を終えて、今ラジオの私も改めて聞いたところですけれども、もう本当にもうすでに自分のこととは思えないですね。本当にここまで聞いてくださった皆さんにもありがとうございました。でもしね、同じような悩みを、同じようなっていうか、まあ皆さん違うと思いますけど、本当にね、ちょっと今回はしみったれた感じの回になってしまって、次回は一体どうなるんでしょうか。今後とも浜口ひろ子の終わらないラジオ、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。どうもどうもどうも。私は大学3年に圧縮して覚えたと、ね、なってるかもしれないけど。
信用のある信用のある人っていうか、なんつうのかな、ダメなんだ。だからなんか当時の日記とかを読み返した時にすごい必要、闇の中だったりとかちょっと辞退させてくださいって、こちらのラジオは現在 YouTube の方と、あとはポッドキャスト、iTunes、Apple のポッドキャストですとか、Spotify のポッドキャストですとかで聞けるようになっています。YouTube の方では、画像の方もお楽しみいただけるような、趣旨を凝らしておりますので、ぜひぜひご覧いただけたら嬉しいなと思っております。はい、それでは、浜口ひろ子の終わらないラジオでは皆様からのお便りいつでもお待ちしております。宛先はメール radio@hamaguchiroko.com 浜口ひろこ .com radio@hamaguchiroko.com まで、皆さん気が向いた時どしどしぜひお寄せください。それでは皆様ありがとうございました。急に寒くなってきましたので、調節してください。失礼いたしました。